方に来ました。もうすぐ満潮なのかな、ちょっと時間も見ずに来てしまいました。軽石が、はい、海面に漂ってますね。ここにいっぱいあるな。風は背中から来てるんで東風ですね。東風でこんなに綺麗にならないの、なんでだろう。浮かんでるやつが東風に煽られてもっと流されてもいいと思うんですけど、全然流されてないですね。川のところ来ましたけど、あれ、川の中にいっぱい入ってますね。なんじゃこりゃ。なんで入ってますね、川の中にいっぱい。でここ渡れないし、向こうにちょっと行けないですね。今日はこれから行くところがあるんで濡れては困ります。出ようとしてるけど入ってくる方が多いですね。パッと見西端の方は波打ち際にたくさん浮かんでそうですね。いっぱい波でジャブジャブしてるのが軽石っぽい感じになってますね。ちょっと意外な感じでびっくりです。ちょうど海面がこういう感じになるんで、川が、川の河口のところに軽石がこういう感じでずっと打ち上げられてたんですけれど、まあ納得ですね、これは。でもどうなるんだろうね。明日も東と南となんか混ざったような風になります。じゃあね、ちょっと写真を撮ります。真ん中から東側に行きます。海面にはそうですね、ここも軽石が浮いてますね。でももう今風に向かって歩いてるんですよね、僕。だからこんなに、はい、波来ましたね。軽石を持って下に降りていきますよね。そうね、軽石下に流れてますよね。波が来て打ち上げられた軽石を持って下に深い方に降りていく波が大半だと思います。その結果ああいう感じで軽石が浮いちゃうんですよね。軽石はこの今こっちから吹いてくる風に吹かれて、西端に溜まっていくはずなんで、明日の朝来たら絶対、この辺は綺麗で西端にいっぱい溜まってるっていう感じのマリオビーチになってるはずなんですけどね。いたいた。あら、東端の川の中にも軽石が入ってきてます。あらら、水が入ってきたら軽石も入ってきたんだね。よいしょよいしょ、はっ、よいしょ。こっちまで入ってきてますね。もっと水が増えてくれば海水がこっちの中に入って軽石も入ってくるんでしょうね。よいしょよいしょ。
痛い、ほんと痛いな。ああ、だいぶ上の方まで水が上がってきてますね。ずっと最東端のエリアのこっち側の軽石は全然取られなくて置かれっぱなしになってたんですけども、それが流されてここに浮かんでますね。こういう感じでね、いっぱい浮かんでます。でこれが東風に吹かれていくはずなんで、まあ明日を楽しみに待ちましょう。じゃあ写真を撮ります。